告白するのは先輩に将棋で勝った時と心に誓ったんです。だいぶ強くなってきてるけど、まだまだだな。すごいですね、先輩は。将棋が強くて、その上可愛いですし。なのに真面目な顔するとすごく綺麗ですし。だからさ、私が照れるようなこと。本当のことですから。なんだこいつ、攻めてきすぎだろ。それでも歩は寄せてくる。2022年7月放送開始。また放課後な。